パズルから受け取るやねん。構えてみてどうだったの？白。まあ白いヘッドってのはね、テーラーメイドのオリジナルみたいなもんだから、やっぱり馴染みやすいっていうかね、ああ元に戻ったなっていう感じがあるね。今までよりも柔らかいっていうか、もう食いつきがいいっていうかね、そういう感じで。も打ってみると大きな球が出るっていうね、やっぱり一番のこだわりっていうのは飛距離が出るっていうことだよね。これは一番のこだわり、であとは自分の好みの顔でなきゃいけない。構えてやっぱり安心感がないとなかなかいいショットも出づらい。最近はね、結構尾崎好みの、ね、顔を作ってくれるからね。ああいいね。尾崎好みの顔にさらに飛距離っていうのはまあついてきましたか？そうだね。まあ今までのクラブよりも飛んでるような気がするね。やっぱり高弾道低スピンっていうのが一番球が飛ぶ。だから今回のドライバーはアマチュアの人でもキャリーボールがね、今までよりはるかにやっぱり出てくると思うよ。特にこのなんていうの、打感っていうのが気持ちがいいよね。やっぱこういう感じ、押す感じね、押す感じが自然とこのクラブにあるような気がするね。